ここはね、高尾、嵐山高尾パークウェイの合流地点なんです。ちょうど車走ってきました。ここはね、歩行者禁止なんで自動車専用通りなんで、ここは入れずに、あっち側のここの、こっから山保津峡の方に降りていきます。昔はね、そう、あんな感じでバイクとかがね、ローリング族がここを走り倒していましたね。まあ私もちょっと走った口ですけども、それではね、ここから保津峡の方に下っていきます。六丁峠到着しました。ここからね、しばらくこの舗装路をちょっと下って清滝の方に行きます。はい、今ね、六丁峠から保津峡清滝の方に降りていってる道なんですけど、見えてるのが保津川渓谷です。ちょうどね、トロッコ保津峡駅、昔の JR 保津峡駅なんですけど、今トロッコの保津峡駅になってる駅のところです。はい、ここでね、六丁峠から降りてきて、ここはね、東海自然歩道と京都一周トレイルの清滝に向かう道なんですけどね、よ、こんな感じになってますね、道入り口は。でね、向こうですね、あれが落合橋ですね。で、この落合橋渡って向こうずっと歩いていくと保津峡駅になります。はい、ここがね、清滝川と保津川の、合流地点になります。ちょっとね、見づらいんですけど、わかりますかね。ということで、このまま保津峡の方に、保津峡じゃなくて保津峡駅の方に向かっていきます。
はい、トロッコ保津峡駅に到着です。 JR の保津峡からね、JR の保津駅の方から、乗るかなと思ったんですけど、ここからでも乗れそうなんでね、今日はちょっとトロッコ乗って帰ろうと思います。ちなみに今橋の上です。こっちが嵐山方面、こっちが亀岡方面ですね。
今日のね、小倉山から保津峡へのトレッキングはこれで終わりです。それではね、また次回の動画で、さよなら。